こんにちは、スプリングです。私は今兵庫県姫路市、ここは JR 山陽本線の姫路貨物駅になります。ちょうどね、ここから向こうを見ますと何か止まっているんですね。 EF210 が止まっております。押し桃ですね。これは何なのかと言いますと、昨日神戸にある川崎重工から、申請された EF210-332号機か、が出場したということで、見に行ってきました。そうしますと、こちらから先輩の304号機ですね、やってまいりましたよ。本当はね、これ平日なので珍しく平日で撮影してるんですが、午後からね、お仕事を休むことができましたので、見に行こうと思って、一回家に帰ったんですが、時間待ちをしている間にね、うとうとしてまして、間に合わなかったということになります。完全に取り逃しましたね。列車がこの駅に到着をしてから2分後に私は到着をいたしました。なんとも情けない限りです。さすがにここから撮るのはちょっと難しいかなと思いましたので、すぐ隣に隣接している姫路別所駅、一応姫路別所駅と姫路貨物駅は同駅扱いになっているようですね。というわけでね、ちょっと入場券を買って、ちょっと見てみようかなと思っております。例によって大量にあるオレンジカードを消費していこうと思います。150円ですね。神戸とかあの辺でね、入場券買うと120円とかで買えるんですが、ここで行くとちょっと高いですね。先ほどの304号機が引いてきた2081列車ですかね、止まっておりました。上から見れるかなと思ったんですが、このようにちょっと見れませんでしたね。そうしばらくね、しておりますと、先ほどの貨物列車が出発をしてきまして、少しね、これで見れるようになるんじゃないかなと思います。ただね、高いフェンスがありますので、ちょっとね、背伸びをしながら動画だけ撮ってみようかなと思っております。非常に綺麗なパンタグラフです。本日ね、出場したところということですので、ほんとピカピカですね。貨物列車を引くとどうしてもね、すぐ汚れてしまいますので、こういうピカピカに撮れる時も、ごくわずかなのかなと思います。側面にもね、桃太郎のロゴが新しくついております。左側には81列車を牽引をしてきました、新塗装の EF210 が止まっておりますね。桃太郎、非常に綺麗ですね。これ332号機ですけど、次出てくるのは333ということでね、ゾロ目になるのかなと思います。こちらは水滝管区に所属するようですね。いや、ほんとピカピカ、かっこいいですね。いや、もう今から何年、10年以上前ですかね、この姫路別所駅で私高校生の時に301号機をね、初めて撮影をしたことがあるんですけども、あそこからもう30機以上出てきたのかというような感じがいたします。ちょっとね、姫路寄りの方、九州寄りですけどね、寄ってきますと、比較的ね、撮りやすいようなフェンスがありましたので、ちょっとこれでね、見ておきましょう。いや、ツヤツヤピカピカ、足回りも本当に綺麗です。というわけでね、ここのフェンスをちょっと、透過しまして、ちょっとね、撮影をしてみました。いや、こういうピカピカのね、桃太郎、機関車を撮ることも、なかなかありませんのでね、いい記録になったんじゃないかなと思います。この姫路別所駅まで、姫路貨物駅ですけどね、試運転ということで、神戸の貨物ターミナル駅から、ここまでやってきたということになります。で、この後また30分ほどいたしますと、水田機関区まで、試運転として戻るということになるようですね。というわけで少しね、沿線で撮影をしてみようかなと思います。一番後ろは225系の100番台でしたね。最近6両編成の100番台もよく出てきてるようですね。ちょっとね、こういうような構図で撮ってみようかなと思います。成功の新快速電車、そして普通列車もやってきます。写真がないのは1両編成ということで、機関車1つ分だけで撮っているので、こんだけ長い列車では少しね、微妙になるので、撮っておりません。さあ、そして時間になりまして、機関車やってまいりました。おや、ものすごい警笛になったんですけど、カメラのシャッターが追いませんでした。いやー、なんかね、何があったのかと言いますと、なんかエラーが出て撮れませんでした。なんという情けない限り、そしてその後のキアが来ましたので、これを撮っておきましょう。
いやというわけでね、キアは一応撮影はできたんですが、桃太郎ほとんど撮影ができませんでした。非常に残念、悔いが残りますね。というわけでね、トタのこの2枚だけになってしまったんですが、まあ綺麗なね、桃ちゃん撮れてよかったなと思います。撮れたとか見れてよかったと思います。まあ残念な動画になってしまいましたが、ご視聴いただきありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真を主にした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際は、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。